9人組グループ、スノーマンが出演する9日放送の TBS 系バラエティ、それスノーマンにやらせてください、は、午後7時から3時間にわたって、伝説の人気番組、東京フレンドパーク、とのコラボスペシャルを届ける。レギュラー放送終了から13年、伝説の番組が、それスノ、で復活する。支配人、司会、をスノーマンの MC 担当、深澤達也が、 副支配人は山里亮太が務める。1992年に誕生し、2011年まで18年にわたってレギュラー放送されていた関口博士の東京フレンドパーク。関口博士が支配人を務め、毎回豪華ゲストが様々なアトラクションに挑戦する姿が話題を集めた同局が誇る人気番組だ。収録に先立ち、スノーマンは本家の支配人。 関口宏とも対面。緊張でガチガチのスノーマンだったが、関口から番組を引き継いでくれるということで、こちらがありがとうと正式に継承され、メンバーは大感激。さらに、支配人のトレードマークであるジャケットも関口から贈呈され、震える、深澤と伝説の番組の重みもしっかりと受け取った。今回は SnowMan チームと国民的女子アスリートチーム。 筋肉バキバキチームの3チーム対抗で、伝説のアトラクションの数々に挑戦する。国民的女子アスリートチームは、全員がオリンピアン。2011年にサッカー女子 W 杯で優勝し、国民栄誉賞を受賞した佐和誉をはじめ、元体操選手の田中理恵元スピードスケート選手で金メダリストの高木奈々、高いコールはしごか 元フィギュアスケート選手の村上かな子という日本を代表する女子アスリートが勢揃い。筋肉バキバキチームは筋肉界のカリスマ、中山筋肉君をはじめ、関口メンディ ABCZ の塚田良一、さらに現役シュートボクサーの絶対女王で総合格闘家としても活躍する、強川クイーン、レーナというまさにチーム名通り、各界の筋肉バキバキメンバーが揃った。 形勢を彩った伝説のアトラクションで、どんなバトルが繰り広げられるのか。